んにちは。神戸市西区にある学園都市駅にやってきました。今日はここからドライブをスタートしたいと思います。学園都市から大蔵谷インターチェンジまでは以前ドライブしたことあるのですが、今回は前とは違うルートでドライブしたいと思います。個人的には今回のルートの方がメジャーなような気がします。では早速行ってみましょう。それにしてもあれだけ暑い暑いって言ってたのに急に寒くなってきましたね。夏が終わり秋がなく冬が来た感じです。これからの季節はコロナだけじゃなく風邪やインフルエンザの時期にもなってくるので、どうかお気をつけください。これからは今までほど GoPro の熱暴走を気にしなくていいので、次ぐらいから 1080p ではなく 4K で撮影しようかなと思ってます。大差はないと思いますが気の問題ですね。小寺大池の交差点を右折しましょう。白バイには要注意。本線じゃなく、側道へ行きましょう。小寺の交差点です。以前のドライブでは左折しましたが、今回は直進しましょう。川谷駅前の交差点です。左折して明石方面へ行きましょう。直進すると静清中央、右折すると前回方面です。川谷周辺は田んぼが多く緑も多くドライブしてて気持ちいいですね。こういう風景は本当に大好きです。
新長坂橋の交差点です。宮の前橋の交差点です。左折すると神戸学院大学方面です。左折しても大倉谷インターチェンジに行けますが、今回はさらに直進しましょう。
白水橋の交差点を左折しましょう。久しぶりに通ったけど、お店も結構変わってますね。やはりちょいちょい通らないとダメですね。ここを右折すると、明石運転免許試験場です。右手にマクドが見えたら、そろそろ大倉谷インターチェンジに到着ですね。前回と違う、今回のルートはどうでしたか？道はたくさんあるので、これからもいろんなルートでドライブしたいと思います。希望のルートがあれば、いつでもリクエストしてくださいね。今回も長時間のご視聴ありがとうございました。